うん、うまチーズ忘れたんでパルメザンチーズも用意してください。葉っぱをちぎって、水で、しっかり、洗ってください。水で洗ったら、キッチンペーパーでしっかり水気を取ってください。事前に、お湯は沸騰させておいてください。お塩を入れた鍋に、パスタを半分に割って、で、そのお湯を火を止めた状態で、入れていきます。で8分ぐらい、タイマーして、余熱で入れます。松の実を使うことが多いんですけど、僕はカシューナッツが、特にジェノベーゼは合うと思うので、いつもカシューナッツを使ってます。で軽くね、火で炙って、香りをね、しっかり出していきましょう。ニンニクは、フードプロセッサーに入れて、パルスでみじん切りにしていきます。これだったら手も汚れないし簡単にできます。でその後、さっき、火を通したカシューナッツを入れます。でこれも細かくしっかりねしていきます。こんな感じで、細かく何回か様子見ながらしていきます。もう大体でいいです。でここで塩もね適量に入れます。でその次に、ブラックペッパーですね、入れます。大体です。あとでまたね、味付け最後するんでね、大体です。で今回は 110cc ぐらいのオリーブオイルをね、ちょっとだけ、入れていきます。全部入れないでちょっと置いておきます。で、バジルもね、入れて、また混ぜます。残りの、ね、オリーブオイルも全部入れちゃってください。これ回しまーす。こんな感じでね回ってるんですけど、だいぶねちっちゃくなってきます。だいたい3分ぐらいですかね、回していきます。で混ぜ終わったら、周りのとこもね、しっかりついてるんで、取ってもらって、こんな感じでね、できました。はい、パスタもね、8分経ったんで、ちょっと硬さ見ます。いい感じですね。で、湯切りしてもらって、
水分をねしっかり切っていきますよ。このパスタはねイタリアから直輸入のパスタで、すごいのがアルデンテが、20分間キープできるパスタで、もう僕はこれもう5年ぐらい使ってるんですよね。もう大のお気に入りで、市販では買えないので入れる分だけ愛用してます。でこんなね大きいボウルにね食べる分、和える分をね、分けて入れます。かけて入れたら、そこにジェノベーゼさっき作ったソースと絡めて、でしっかりね、絡めていってもらって、ね、香りがすごい出るんで、しっかり全体なじむように絡めていきます。すごいね、香りね、パルメザンチーズね。ある程度絡まったらしっかりねパルメザンチーズをたっぷり、もうこれはお好みで入れ てください。でここでね味見一回します。いい感じです。もうちょっとだけね最後一手間加えて好みでね調整してください。僕はもうパルメザンチーズが大好きなんでね、ちょっとたっぷりめで入れちゃいます。ジェノベーゼのね、余ったソースですね、全部1回で使わずにパルメザンチーズを入れる前だったら、実はね冷蔵庫でなんと2ヶ月保存がねできるっていうね。なのでこれを1回作っといて、あとは食べたい時にパスタだけ茹でるとね、これあえてパルメザンチーズさえかけたらもうすぐねジェノベーゼが作れちゃうんで、はい、こんな感じで、はい、仕上げのね盛り付けですね。フォークでねぐる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 、スパゲッティみたいに巻きながらしてもらって、器の方にね持っていきます。コツはね、真ん中中心にねちょっと高くなるような感じで盛り付けていくと綺麗に見えます。結構盛り付けもね、見た目って結構重要なところでもあるので、美味しさもね、見栄えも、はい、バッチリね、これで決まっちゃいます。ね、形ちょっとね、整えながらも、あと残ったやつをね、調整してね、飾っていきます。こういうのもね、やっぱ料理してる中の楽しさのね一つでもあるんで、やっぱこの食べてもらう人がやっぱりこの喜んでもらうね姿を想像するだけでね、料理ってねもう何苦痛もなくね作れちゃうっていうね。やっぱ僕もね結構自分のためやった料理はねあんましないんですよね。なんかきっかけがなかったりとかねしないとね。やっぱこう普段からできるっていうのはね、こういざという時はねすごい役に立つんで、でそれでね、このカシューナッツを残し、実はね何粒か残しとくんですよ。でこれを上にねトッピングして盛り付けて、やっぱりそのジェノベーゼだけやったらねちょっと殺風景なんで、こういうのをね上に乗せて完成です。完成です。はい、ジェノベーゼの出来上がりです。
ぜひ皆さんもね、本格ジェノベーゼをぜひ自宅で、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。コメントもよろしくね。